はい、感染症に悩んで1年半、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私ちょっとね、不思議なことを思いついたんですよ。変異株ってありますよね。変異株ってなんかイギリス型とかね、最近でしたらインド型とか東京型とかっていうのもあるみたいです、まあ、こういうふうに各地名がついたこの感染症が今どんどん出てきてますよね。どうですかね、これ。もともとこの感染症は中国の武漢が発症とされてます。でもそこには COVID-19 みたいなね、分かりにくいのがついて、コロナコロナって呼んでるでしょ。でも変異株についてはまるでその土地が悪いみたいに、イギリス型だ怖いとかね、なんかインド型だすごいぞみたいなね、そんな形でいろんな土地を攻撃するような、そんなねイメージ戦略が出てるんじゃないかなと思うんですよ。これ WHO のやっぱりね陰謀っすかね。なんかもともと中国武漢で発生して、それがね瞬く間に世界中に広がった。これなんかすごい怖いですよね。だからね、グローバリズムってのはある場所で起きたことが一瞬にして世界中に広がるっていう弊害を持っているってことなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、例えばね、私がなんかねすごく恥ずかしいことをすると世界中に広まっちゃうかもしれないんですよね。で、私がものすごくね功績のあることをすると世界中に広まっちゃうかもしれないみたいなね、表裏一体なのかなと思います。ただ今回ね、私たちはなんか知らないけども、どこが発症になったのかってことをだんだん忘れて、わあインド型だ怖いよみたいな感じで、なんかね被害を受けたところが加害者みたいな、そんなね印象にこれからどんどん置き換わっていくんじゃないかなと思っちゃうんですけど、どうなんですかね。これでいいんですかね。何なんですかね。で、最近ではね、なんかオリンピック出場選手について、あなたが辞めないとオリンピックが開催されちゃうから、あなたはオリンピックによって被害を拡大されることに加担しちゃうんじゃないかなみたいなことね、個人攻撃に走る人もいるんですよ。これはねやっぱりやめてほしいなと思います。やっぱオリンピックの選手っていうのは自分のステージですよ。そこを目指してやってるわけだから、あるんだったら出ますよ、それはね。で、こういうふうなオリンピック選手に対する個人攻撃が始まるのは、菅総理をはじめとするね政府のいい加減な対応が結局こういうところに来てるんですよ。本来だったらこういうふうな動きにならないように政府が立ちはだかってくれないといけないんですよね。私たちの責任でこうなってしまいましたみたいなことでやっていかなくてはいけないんですけども、ご指摘は当たらないとかね、きちんとやりましたみたいなね。だから感染を抑制するのが目的なのに、人流は抑制しましたみたいなね。人流抑制したのに感染が広がるってことは、人流の抑制っていうのはなんかねちょっとずれてるんじゃないかなってことを気づかないといけないのに、いや政府はちゃんとやったんだとね、なんかわかんないけど広がってるんだと、政府には罪がないんだみたいなね、そんな答弁で菅総理も本当に言い逃れですよね。で、麻生財務大臣なら財務大臣で、なんか森友の赤木ファイルが出てきたことに対して、またのらりくらりとね言い訳してますよね。赤木ファイルの何定義がないとかっていきなり言い出してますけども、それはね今言うことじゃなくて、ずっと前から言えることじゃないですか。赤木ファイルって言うけども、いやこれね、赤木ファイルって定義なんですかって初期の頃に言わずに、今追及されてこういうふうにね明るみに出ようとしてる時に、赤木ファイルのなんか定義がないというね、証拠にもなく往生際が悪いなと思いますよね。まあこういう人たちにね、この国の舵取りをさせてしまってる私たち有権者も不甲斐ない。まあ、この国ってのはこれから本当にねこういうふうな他人任せな、そんなね国民で、私たち国民でみんなでお互いに食い潰してるんですよね、きっとね。被害者のつもりが加害者、そんな構図が見て取れるんじゃないかなと思います。いやー、どうなっちゃうんでしょうね、本当ね。じゃあ失礼します。